こんにちは。ウィークリー姫路の時間です。1年で一番寒い季節になりましたね。体調管理しっかりと気をつけたいものです。それではまず街の話題です。はじめに新年の幕開けを祝う新年恒例会が1月4日姫路商工会議所で開かれました。新年恒例会は姫路市、姫路市議会、姫路商工会議所が合同で開催しているもので、市内の経済界や民間団体、行政などの関係者およそ1000人が出席しました。オープニングアトラクションでは中国笛奏者でテノール歌手の楊節源さんが中国笛の演奏や、姫路市政100周年を記念して1989年に開催した姫路シロトピア博のテーマソング夢ある街の歌を披露されました。岩見俊勝姫路市長が挨拶に立ち、明るい未来や夢を市民の皆さんと共に共有して姫路市のまちづくりを進めていきたいと話し、今年の姫路市の取り組みをスクリーンを使って説明しました。続いて姫路市議会、細野明弘議長、姫路商工会議所佐伯俊次郎会頭の挨拶の後、各界の代表者による鏡開きが行われ、今年1年の発展を願いました。ありがとうございました。皆様にとって今年が素晴らしい年でありますように記念をして乾杯をしたいと思います。乾杯。ご賞はありがとうございました。ものづくりの拠点でありました姫路、今年もものづくりについては本当に各企業の皆さん素晴らしい展開をしていただいております。我々はその基礎の上に立って、姫路の持つこの姫路を中心とするおもてなしの心に基づくこのインバウンド観光、そして音楽の街姫路、スポーツの街姫路、そして歴史文化の街姫路、さらに八市八町連携拠点の都市の姫路、これらを一つ一つ着実に展開して、住みよい元気な街に向かって頑張ってまいります。出席者は互いに新年の挨拶を交わし、抱負などを語り合いながら和やかなひとときを過ごしました。次に防火防災を誓う新春恒例の姫路市消防出初め式、今年は雨天のため姫路市文化センターで開催されました。消防出初め式は安全安心で快適な街づくりを目指して、市民の皆さんの防火防災意識を啓発し、消防職員消防団員の士気を高めるために毎年1月初旬に開催しています。岩見俊勝姫路市長が挨拶に立ち、姫路市の昨年の火災発生件数は5年連続で減少しました。今後も引き続き安全安心で快適な街づくりに向けて、地域における防災力の強化をより一層図っていきたいと述べました。続いて地域の防火防災に貢献された方々の表彰として、市長表彰、消防局長表彰、消防団長表彰、防火協会連合会長表彰が行われました。その後消防職員消防団員を代表して、姫路東消防署井上翔太消防士が誓いの言葉を力強く述べました。情熱を注ぎ、安全安心で快適な街づくりを目指し、全力を挙げてその使命を全うすることを誓います。式典の部は上島町消防団上田達夫団長による万歳三唱で締めくくりました。続く演技の部では、大城こども園、大城さくらんぼこども園の幼年消防クラブの子どもたちが元気いっぱいの演奏を披露しました。演奏後には声を揃えて防火の誓いを会場に響かせました。
消防音楽隊による演奏では播磨地域ゆかりの名曲を披露しました。今年の消防出初め式は雨のためはしご乗りやレスキュー隊による演技が中止となりましたが、出席された皆さんは今年1年の防火と防災への思いを新たにしました。続いて広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは、広報推進員の三浦千佳です。ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ。皆さんはこの曲から始まるここ姫路城を舞台とした怪しくも美しい恋物語をご存知ですか？今回ご紹介するのは姫路文学館で開催中の特別展、宇野明山本貴人天守物語です。姫路城を舞台にした泉鏡花の戯曲天守物語が生まれてから100年、2人のイラストレーターが挿絵版天守物語のために書き下ろした美しい原画を通して物語の魅力に迫ります。杉田さん、天守物語というのはどのようなお話なんですか？播州姫路の白鷺城で繰り広げられます妖怪である富姫と、それから人間の若き鷹匠姫川図書之助の恋の物語になっております。千歳桃とせにただ一度、たった一度の恋だのに。ある秋の日、魔物が救うと恐れられ誰も近づかない姫路城の天守閣の最上階では、天守の主富姫が妹分の亀姫との懐かしの再会を待っています。亀姫が手土産にと持ってきたその品は、なんと猪苗代城主の生首。富姫一同は美味しそうな生首だと大喜びします。お礼にと富姫は姫路城城主が大切にしている鷹を奪い取り亀姫に贈ります。夜になり、明かりを頼りに天守へ現れた武士が一人、名は姫川図書之助。大切な主君の鷹を失った罪により、一度は殿様より切腹を申し付けられたこの若侍は、魔物が住むといわれる天守閣の最上階を見届ければその罪を許されるとやってきたのです。当初富姫は図書之助を見とがめるのですが、富姫を恐れることなく訳を語る彼に感心し、ここへは二度と来ぬようにと諭して返してやります。彼の爽やかな心、美しく勇ましい立ち姿に心打たれた富姫はたちまち恋に落ちてしまいます。腹を切らせる殿様の代わりに私の心を差し上げます、私の命をあげましょう、あなたお帰りなさいますな。しかしその後、あらぬ疑いで殺されるよりはと富姫に命絶たれるのを覚悟の上で、三度天守に現れる図書之助。無限の世界と現世とが交錯する天守閣に立つ富姫の恋の行方は。どの作品にもそれぞれの魅力がありますね。今回は天守物語に魅せられた日本を代表する2人のイラストレーターに描いていただいてます。それぞれお二人の作風の違いも魅力の一つとなっております。安入いな送信美少女、サイケデリックなボディーペインティングなど多彩な表現活動を通じ、今日に至るまで世代を超え多くのファンを魅了し続けているアーティスト宇野明さん。今回の展示では妖艶で自由奔放な異色の天守物語を楽しむことができます。こちらはイラストレーター山本貴人さんの作品です。幻想小説などの装丁画、挿絵を中心に活躍する山本さんは、この天守物語でも幽霊にして情緒豊かな挿絵を描き下ろし、うつつと幻の境界である天守で繰り広げられる数奇な恋物語を見事に浮き立たせています。僕はこんなになんていうのか、広大なスペースを使って城があるとは思わなくて、天守閣だけは映像とかなんかで見てるんで、それは想像して
ったのと違いましたね。この塀の長さとかね、なんか非常に地理的にもシンボリックにできてるなっていう気が。僕は今回の仕事のためにいろいろ写真なり映像なりを見てたんですけれども、今回初めて現物を目の前にして、まだなんか幻影のような感じに見えますね。映像にあった城がそこにあるんだっていう感じですよね。まだ僕自身自分で楽しむために描いているので、それを見てもしまた楽しんでもらえる人がいれば嬉しいですけれど、実際見た人の意見なり表情を見たいですよね。これはどういうふうに撮られるかっていうのは分からないんですよね。だから読者の人の横にいて、目が喜んでくれてるなとか、ちょっと面白い表現をしたかなっていうのは読者の反応を見ないと分かんなくって、でそれはあんまり意識的に狙えないっていうか、自由に書いて、書き上げたものがどういう撮られ方をするかっていうのはですかね。やっぱり本が売れることですかね。これだけ我々が魅力を作ったんだなっていう、なんだか天守物語の世界に迷い込んだような幻想的な展覧会となっていますよね。二人の恋、最後はどうなるのか、それは来ていただいてからのお楽しみですね。はい、天守物語は明治、大正、昭和と活躍し、文豪とも呼ばれた作家泉鏡花が書いた、姫路城を舞台としたまたとない作品ですので、姫路市民の皆様に一人でも多くの方に知っていただきたいお話ですので、ぜひこの機会にご来場いただきたいと思います。特別展宇野明、山本貴人、天守物語は2月19日日曜日まで開催しています。姫路城からの眺めを楽しんだ後は、姫路文学館でお城を舞台とした物語の中に浸ってみるのはいかがでしょうか。姫路文学館からのお知らせです。2月18日土曜日、19日日曜日に如月祭りを開催します。親しみのある姫路文学館を目指し、姫路文学館友の会との共同で館内を無料開放し、クイズラリーや古本市などを行います。現在古本市に出品する本を集めています。提供していただける人は姫路文学館南館受付までご持参ください。なお、汚れや破損、変色などのあるものや雑誌、漫画類は対象外です。1月31日火曜日までにご持参ください。お問い合わせは姫路文学館、電話番号 079-293-8228 までお願いします。最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。